ホークスオフィシャルメディアライターの田尻幸太郎です。今回は中田健一投手に注目しました。中田投手は福岡県の北九州市出身、地元福岡でのプレーを希望して昨年オフフリーエージェント権を行使してホークスに移籍してきました。このキャンプでは先発ローテ入りを目指して必死にアピールしています。その中田投手のキャンプ密着映像とともにインタビューをご覧ください。どうぞ。了解です。ワンソン、はい、なんだかんだシートもやってバタバタなんで今日多分余裕ないからいないかもしれないです、はい、これ地味にきますね。ホークス来て、はい、まあ、キャンプ第3クールですけど、はい、もう随分馴染んでるよね。そうですね、はい、皆さん話しかけてもらって日に日にすごく過ごしやすくなってきてますね、はい、今特に誰と一緒にいる時間多いです。そうですね、まあまあ、グループ分けされてもいますけど今日結構全般的にお話をしてもらってるんで、はい、特にというのはないですけど、やっぱ見てるとやっぱね、節君が同級生なので、はい、節君は一緒にいる時間が多いのかなっていう。そうですね、まあ、話しやすいというか、いや、話しかけていただいてもらってますね。あと後輩だけどね、東浜君も結構いろいろ話してるなっていう感じ、はい、そうですね、東浜君も2年目ですし、僕はもう1年目なんで、2年目の東浜君に聞いていろいろ勉強させてもらってます。気持ち的には1年目です。はい、まず今シーズンの目標からちょっとお伺いしたいんですけど、はい、いかがですか。そうですね、本当全体的な目標はもちろんあるんですけど、まず開幕ローテに入り込むことをまず一番に考えて、もうキャンプに入ったらそれだけ考えてやってるので、その後はもうその後また目標を立てればいいかなと思ってますので、まずは開幕ローテに入れるようにですね、やっていきたいと思います。今年は俺がやる。俺もよし、はい、いいですか。ありがとう。そして打撃陣にも注目の新戦力が加入しました。主砲の出穂選手、出穂選手にもお話を聞いてきました。ご覧ください、どうぞ。まあ、何日か経ちましたけど、このチームでやってみて今どうですか。本当にめっちゃいいと思います。もう一度雰囲気でも좋고、あと日本とは하면서선수들하고눈을많이익혔기때문에빨리친해질수있었고、もう一度팀이적응이된것같아서너무기쁘고이제더열심히해서좋은성적만나면될것같다。뭐일단은열심히해가지고좋은성적나야죠。좋은성적나서팬들이항상웃으면서집으로돌아갈수있도록좋은성적내겠습니다。우리가야루그렇지소네たくさんの新戦力が加入して、今年のホークス、本当に活気づいています。今シーズンが非常に楽しみです。それではまた次回。